皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はダイソー、セリア、キャンドゥ、スリークイーンズで買ってきたものを紹介します。で、まあもうすぐクリスマスということで、クリスマス商品が多めです。今回はあのねクリスマスね、ゆうこの皆さんは何を頼みますでしょうか。私はね、ちょっとね、あれを頼みます。あれですよ、何でしょうか。知らんがな。はい、まあね、それはね、もうお楽しみにしておきましょう。私は何を頼むかは。ということで早速紹介していきます。はい、ということでまずはダイソーでね買ったものを紹介します。まずこちらの箱は、クリスマスプレゼントを友達にあげるときに入れる箱として買いました。まず1個目がこの赤いね、こういう箱で開けるとこんな感じです。真っ白、まあね、なんだっけ、真っ白ですね。はい、で次にこっちが青のサンタが写ってるやつ。でこっちは全部取れないんですよ。だからこのなんか本型みたいなって、こんな感じになってます。はい、で次はお菓子ですね。お菓子はなんかこれフェラムネ、懐かしい。これなんかちっちゃい頃よく加えてさ、吹くとさ笛みたいに音が鳴るみたいな笛、ガムネですよ。懐かしい。こんな感じでね、1個ずつ入ってます。はい、ABC ビスケット、これ食べたことないかも。なんか ABC の形になってるのかな、ビスケットが、わかんないけど感じです。で次ボーロですね。幼稚園の頃とか赤ちゃんの頃食べました、わかんないけど、かわいい。ボーロは好きだった記憶があります。多分美味しい味が覚えてるので多分好きだと思います。次キャンドルです。なんかツリーが書いてあるリースじゃなくて、ツリーが書いてあるキャンドルです。これは玄関に飾る用として買いました。はい、で次、次は、サンタの帽子とリースです。これはこのね壁に飾れるかなと思って、飾れたら飾りたいなと思います。ということで、ダイソーは以上です。次セリア行きます。はい、で次セリアはこんな感じです。まずこちらが、こちらたちかな、オブジェですね。でこれがサンタさんのオブジェございます。これね、かわいくない？めっちゃかわいい、普通にかわいい、なんかニット着てるサンタみたいな感じですね。で次鹿のオブジェ、あトナカイかこれ。鹿でもあるけどね。まあね、まあね、間違ってはないね。トナカイの、オブジェです。はい、かわいいですね、白黒で。で次これなんかツリーなんですけど、両方ともちょっとね、こっちの黒いツリーがラメがめっちゃ落ちてきて、机にすごいラメ、すごいね、ラメラメが落ちてきますね。でもこれ違う、いいです。これラメをどう対処するか、かわいい。でこっちのツリーはすごい銀色、なんていうんだろう、雪がね降った後のツリーみたいな感じがね、かわいいですね。これはちょっと開けられるかな、うん。うちの玄関は白黒なのでこういうのがね合うかな。あでもこれもちょっと鍋落ちてくるっていうか、手がめっちゃキラキラ、いやめっちゃ落ちるね、ラメが、手がもうキラキラ。あでもかわいい、画面越しだとやっぱ光に当たってかわいいかも。はい、でオブジェは以上です。でコナンのねカードを買いました。あ、3枚やだ、ちょっとごめんなさいね。ごめんなさい。楽しみ。開けます。これはショート動画にします。はい。いや、楽しみ。
以上です。はい、ということで次にキャンドゥです。キャンドゥはね、クリスマス関係なかったんですけど、キーホルダー、ミッキー、ディズニーのキーホルダーとアクリルスタンプですね。え、かわいいね。ディズニー好きにはたまらないと思う。これ100円1個、うん、安っ。まあ全6種類で何が出るかわからないタイプだけど、さ、最近さ、100均さ、お得に優しいよね。ああ、そうかな。だってさ、うん、これもさ、1枚100円だよ。うん、優しいよね。はい、これはね、こちらは、ショート動画に、開封の時、開封の時、うん、撮影してね、開けたいなと思います。合ってる日本語。まあ、ショート動画で開けます。開けます。はい、リミちゃんが開けます。はい、で、次、これは、中華まんのスクイーズ。なんか久々にスクイーズを見て買ってしまいました。でも330円なんだよね。ね、これもショートでちょっとリミちゃんにもみもみしてもらいます。 OK です。お楽しみに。お楽しみに。はい、ということでキャンドゥは以上です。次、はい、ということで次は、3コインズで、ね、買ったものですね。ラストですね。ということでこちらでございます。まずね、こちらはカードですね。インテリアそして、ね、使えるカード。これめっちゃ欲しいじゃない。普通にポストカードとして使ってもいいしね、本当にかわいいと思う。で、ね、デザインがね、こんな感じなんですよ。見えるかな、見える、こんな感じで、めっちゃおしゃれじゃない。どんな部屋でも合いそう。本当にめっちゃ可愛いんです。全然紙じゃないわ、思ってたのと違う。ほら、透けるくない？ちょっとね、プラスチックみたいな、こういうカード、うん、あ、すごい可愛い。で、これがいっぱい入ってます。そう、なんかクリスマスにちなんだんだよね。そうなんだ。この最初のやつもさ、よく見るとツリー型じゃない？本当だ、ツリーだ。そう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 。え、すごい。で、次にね、こちらなんですけど、このね、ポストカードみたいな、このカードをなんか立てれるっていうの、なんか額縁みたいなのが売ってたので、開封していきます。これなんか100円に値下がりしてました。おー、あ、かわいい。普通にね、こんな感じで。あ、入ってるよ、中に。そうそうそう、でもこれ100円なの、値下がってて。え、これに、そう、それをもし、うん、クリスマスの時はそれに入れ替えて飾ろうかなと思って。可愛いですね。はい、はい、今度ね、玄関を改造っていうか、こう買ったものをね、ちょっと飾って、うん、まあな、どうしよう、ショーとかなんかで出せたら紹介します。はい、次いきますね。こちら、これはツリーのオブジェですね。そう、すべてね、ちょっと玄関に飾るように。なんかいつも玄関とか何もしない家なんですけど、ね、私はなんかしたいなと思って。あ、なるほどね、組み立てるスタイルだから。そうそう、なんか全部さ、黒白なんだけどね、うん、なんか玄関が黒い、床が白。おー、こんな感じです。で、これをなんかこう組み立てていく感じかな。うん、できました。じゃじゃーん、うん、こちらもね、また白黒で合いそうな感じがしますね。リビングじゃなくて玄関。はい、かわいい。こちらもね、部屋どこに飾ってもかわいいと思うので、しかもこれ300円だから全然かわいい。普通に勉強する机とかにこちょこっと置いてもかわいいし、普通にね、リビングとかにもかわいいと思うので、皆さんも買ってみてください。次はこちら、スープ付き、スープ違う、スープ付きスープチャーじゃないどんなね、スープジャーだよってなるんですけど、スプーン付きスープジャーですね、こちら。うちスープジャーないよね、多分持ってないです、うん、なので買ってみました。かわいい。いや、今の時期はこういうね、あったかいのが飲みたくなるの。あったかいんだから、なんだったこの、あったかいね。最近やっぱね、部活とかでね、お弁当が増えてきたからね、うん、これからの季節。え、かわいい。
あ、この前、私、テニス部なんですけど、大会があって、私の相方の子が、あ、テニスってシングルスとダブルスがあって、私のとこダブルスなんですけど、私の相方が、スープジャーで、ミネストローネ持ってきてて、ピクニック感覚でミネストローネ食べてました。そうそうそう、そういう感じよ。うん、味噌汁とかでもね、私味噌汁が好きだから味噌汁入れたいなと思ってるんですけど、ちょっと開けてみて。普通にさ、あのさ、あったかいさご飯にカレーとかかけてさしまえばさ、あのさ普通にカレー食べれるし、めっちゃいいねこれ。え、かわいい。いや、かわいい。かわいいよ。何でもかわいいって言うよね今の子たちで。違う、可愛いって思ったから可愛いって言うの。何でも可愛いってわけじゃないよ。そうなん、それ可愛いか。いいよ。え、超可愛くない？うん、え、可愛い。いや、外側はわかるけど、中開けて可愛いっていうのはちょっとなんか。違うの。外側も違うの、可愛いなの。思います皆さん、何見ても可愛い。可愛いんですよ。何見ても可愛いじゃないですか。可愛いです。え、今の子はね、ゴリラも可愛いって思う。うん、ゴリラ可愛いよね。ほら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 、次はラストかな。靴下です。これはね、まあもう日常品、ん、日常品ですよ。日常品ってなんだって話ですけど、靴下白。私のね、学校ね、白しかね、校則でね、靴下履けないので。これママ。あ、これママらしいですね。これ一番人気だって、靴下の中で。まあ、いろんな色がある、ね、そうそう、良くない？いいね、でね、程よい厚さでいいね。ということで以上です。はいはい、ということで今回はね、ダイソーキャリアキャンドゥスリーコインズで買ったものをね紹介してみました。ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。